朝。朝です。朝風が結構吹いてます。今回は風が強い。今日も風が強そうです。今日は雪だ。ほら雪。地図でその向こうから回ってくるルートを聞いたら、はい、もう大変そうに大変さや。あの順応の失敗許さないです。続けなきゃいけない。設備はいいんだけど、まあ成功率はどっちかなっていう気がしますね。なだらかで、ちょっとフラットで、左あのずっと降りてきた時にこうなんかピナクルでかい、はい、見えますよね。はい、見えます。その右のピークが山頂なんですけど、ええ、奥ってことですか。奥で見えてます。見えてるんです。右に行った、はい、ちょっと斜めの地層がある。こういう地層、はいはいはい、こういう地層、ええ、があるてっぺんが山頂です。はい、風が強いのが、風が強いのがそこから降りてきて、ええ、ずっと稜線降りてくると一つこう段があるここ、はい、でもっと降りてくるとでかい塔みたいな感じです。でかい塔わかります。あのちょこんぽこんって出てるやつ。そうです。あの、塔、はい、で塔みたいな、そうなんか灯台っていうか、はいはい、でかいのあれから左によく見るとなんか道みたいな、あの下から木みたいなのが左にずっと繋がってて、はい、で一旦傾斜が落ちてちょっと上がるでしょうか。はい、上がりますね。そう、あの上がる手前を向こう側に降りたところがあのインディペンデンシア小屋なんですけど、その今上があそこのコルからあのタワーまでがめちゃくちゃ風強いんですよ。へえ、わお。でルートはね、あそこから裏側を持ってる。裏側。ホテルです。ホテル4300、これがうちらが泊まってるベース。今後風がだいぶ強くなりそうってことです。今日は本当は5000もうちょっとまで行く予定だったんですけど、レンジャーの方がから全員上に行っちゃいけないって禁止命令が出て、今日は休養日プラスお散歩です。ここは3年前までやってたみたいですね。ホテルすごいですね。こんなところにあるホテル今営業してない、もったいない。アコンカフェを目の前に、これホテルです。と隣にあるのがポリスステーション。常に人がポリスの方がいるということです。こんなところですが、すごいですね。これもまた
なところにホテルあるって渋すぎですね。めっちゃ渋い。立派なホテルなのにもったいない。でもこのアンテナは生きてんだろうな。わあ、もったいない。ポリスカデメンドーサ。すげえすげえ。Perdón que me meta, no, igual. No, no, es que no, no, no lo tomé, no hace falta que me chabolee así. Hace falta, viejo. ¿Lo podemos hacer así? No, no, ya fue. No, no, no. Gracias. Sí, ya. Nice. たいものが出てくる。南米らしい。あー絶対に登りたいんだけどね。上が風が強いっていうから、今のってもうめっちゃ綺麗に晴れたの。すげえ。どこ？ありがとうございます。Thank you. おや？Ahí va, agarre plato nomás.